道とは、中国哲学上の用語の一つ。人や物が通るべきところであり、宇宙自然の普遍的法則や根本的実在、道徳的な規範、美や、真実の根元などを広く意味する言葉である。道家や儒家によって説かれた。老子によれば、道とは、名付けることのできないものであり、霊や、儀などを超越した真理とされる。天地一切を包含する、宇宙自然。 万物の終始に関わる道をテントと言い,い、人間世界に関わる道を人道と言う。孔子はテントを継承し、司教、諸教で人道についても語り、恋枠朝文道赤史会や恋枠参加割れ同一い,いかんのかなといったメイクに、道義的真理があり、天地人の道を追求した孔子の姿勢が伺える。道教における、道の概念は、神秘思想の上に取り入れられ、 どうかのそれとは、かけ離れた概念となっているとされていたが、近年は、フランス学派の学者たちを中心にどうかと同教の連続性を認める傾向が多くなってきている。中央では、誠社典の道や茂行社人の道なりと、天の道、人の道が、誠であるとし、それに基づき申しも、絶古誠社典の道や死生社人の道なりと、天の道、人の道と、誠に言及している。 最根端には、道を守って生きれば孤立する。だがそれは一時のことだ。権力にへつらえば、居心地は良かろう。だが、その後に来るのは、永遠の孤独だ。目覚めた人は、現世の永達に迷わされず、遥かな理想に生きるのだと知るし、高時世の主張として、一時の孤立を恐れ、永遠の孤独を招くのではなく、道を守ることが肝心と説く。ありがとうございます。